今日の入荷速報です。今日は今がシーズンですね。これメインでマダコです。これ地ダコなんでめちゃくちゃ美味しいです。そしてシーズンの生きハモですね。ピチピチなんでぜひ食べてみてください。はい、そしてマダイですね。本日1匹しか取れませんでした。 2.1 キロちょうどいいマダイです。でこれはジグロですね。メジナです。これも立派です。もう油は少々抜けてそうですけど、はい。そして大ニベの子供、これもちょうどお刺身で食べ頃ですね。そして今がまさにシーズン、これ浜笛吹き台です。身がしっかりしてますのでぜひお刺身で使ってください。そして水イカですね。僕の好みで小さいところを避けてみました。今日はこれコウイカの赤ちゃんです。コウイカの赤ちゃんもですね、土地土地によっては例えば宮崎県とかだったら安いんですよ、このコウイカのちっちゃいのは。しかしこれ福岡とかになったらまた高級魚です。高級魚というか高級なイカです。ものすごく分厚い肉質を持ってるんですけど、大きくなったらちっちゃいんで、これ本当に生き作りにするともう最高です。はい、そしてマアジ、カマスで、これこれもまた今がシーズンのオニエバエですね。この前のカッポレと違ってこれオニエバエです。もう全が大きいです、ものすごく。しかしこれは2日3日寝かせられますので、はい、まあ明日あたりが食べ頃かなっていうような感じですね。でシーズンのやはり小サバです。もう艶が相当いいでしょ。僕ぐらいになったらこれはお刺身で食べます。はい、そしてここがまあ世帯カンパチのちっちゃい練り子ですね。でこの白でマケラ、そしてこれ糸引きですね。ちっちゃいですけど僕がこう大和屋で店長している頃に、本当にソムリエの田崎さんがもう本当に美味しいって言ってうなった商品です。どこが食べるとこあるのっていうような感じなんですけど、ここにこんもりと身がついてます。意外と切ってみると肉厚なんですよね。こんなしてても下ビラメとかヒラメと一緒です。こんもりと身が肉質が入ってるんで、ぜひこれうちのふるさと納税の商品とかでここ皮を炙ってですね、それでお刺身を引いたりします。ぜひ使ってみてください。以上です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。